なんでしょう。某社天満宮にやってきました。参拝します。米須柿。保護文飾りになってますね。ありません。ありませんけど。もう、文旦じゃないみたい。柚子や。柚子を収穫してるみたいです。はい、文旦畑を通過してます。高速道路まで歩いてきました。ここから高速道路を渡るので、この坂道を上がって上を通るようになります。高速道路の上です。この下にトンネルがあるんですよね。この先、紅葉していてとても綺麗です。もう菜の花咲いてました。針木浄水場までやってきました。大山積神社に参拝します。国立病院まで歩いてきました。ここから道路を渡って今日のお昼を食べるところに移動します。どんどん亭に到着です。今日はここでランチを食べるようにします。ここはうどんを中心とした定食類がいろいろあって時々利用してます。ロンランチ終了。ザルランチメニュー。ここは漫画本がたくさんあるので連れのパッドの希望でやってきました。メニューはこんな感じですね。ザルランチメニュー。季節メニュー。つまみがありますね。レギュラーこんな感じです。はい、カキフライ弁当です。あったかいお蕎麦とかやくご飯でカキフライで小鉢を作りますね。サラダです。選べるご飯ランチ明太子ご飯と冷たいお蕎麦です。高知大学までやってきました。新型コロナウイルスのせいで校内立ち入りは要注意。今立ち入り禁止になってるんじゃないかと思うけど、禁止とは書いてないですね。スーパーとペットショップの間を抜けて鏡川に出ます。バイパス当たりました。JR の線路沿いに来て、ここが鏡川です。で、この下の道降りて歩いていきます。席です。イチョウの葉っぱがいっぱい。結局国道に出ました。平凡の道を歩いていきます。鏡川橋まで歩いてきました。橋の下へ行こうと思います。もみじ橋までやってきました。ここで鏡川を渡ります。結構歩いてきました。ちょっと疲れましたね。構うんじゃねえよなんかちょっと怒ってるからなだったら引っかかりそうだね。新月橋まで歩いてきました。はい、ここから電車通りに向かって進みます。上町5丁目までやってきました。はい、最終目的地の鈴木到着です。いやー、これで12キロぐらいですか。結構歩きましたね。はい、では今日は以上になります。